はい、皆さんどうもこんにちは、今回もよろしくお願いします。今回はちょっと、まあ、細かいこういう時どうするんだっていうのはあるとは思うんですけど、もう大まかな僕が今まで当たったお客さんとかの中の、まあ、例とかもちょっと入れながら話したいと思います。皆さんも当たったことあると思います。条件激ムズの時もまあ、いろんな条件があると思います。ただその対お客さんに話すときに条件激ムズだからといってもうそのままもうない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 無理無理っていうふうにしてしまうとこれ契約になりません。で物事の考え方として、まあ、僕いつも考えるんですけど、自分が難しいなと思ったということは人も間違いなく難しいなと思ってるんですよ。で自分が激ムズだなって思ってたらそれはもう周りも思ってるんですよ。ということはもう周りは勝手に無理無理無理って言ってくれてるので、自分が無理っていうことさえ言わなければまず決定できるかどうかのフィールドに立ってるのはもう自分しかいないんですよ。ということは絶対自分で決まるんです。そのお客さんに条件は難しいけれどもこの物件やったらいけますよっていうことをどうやって伝えるかだと思うんです。いろんなケースがあるのでこれですっていうことは言えないですけども、皆さんも、まあ、もし当てはまった時に使ってみてほしいです。僕が営業マン時代にたまたま決まったのか、ちょっとそのあたりはたまたまだったのかもしれないですけど、あった条件として猫4匹飼われるカップルの方がいらっしゃいました。でその方はもうたまたま何社かも回ってこられて、でその時点でもうない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 って、まあ、このいわばこんな言い方ですよね、ないないないって言われて物件一件も出されずに他社さん回ってきてます。でそこで僕が前職の時に対応することになりました。僕はその時もお客さんが猫4匹いるんですって言ってきても否定しなかったです。わかりましたわかりました、はいはいっていうのでまずは聞き取りをして、そこから物件を出すとなった時に僕の頭の中に一件だけいけるかもしれないっていう物件がまああったんですよね。で不動産の営業をする時に例えば違う条件だったとしても新築がいいですって言ってる人に一件だけ新築いいのがあったからってパンって出したからって決まるかというとこれ決まらないんですよ。これなんでかというともうちょっとあるんじゃないかってやっぱり人なんて思ってしまうんですよね。けどもう僕の中にはその猫4匹いける2人入居ができてしかもカップルで入れるっていうのはもうその1件しかなかったので、まずはその1件の裏を取る、家主さんに電話をして OK ですかって OK もらったと。でこれを最後の切り札みたいな感じで出してても空気が悪くなりますよね。もうその1件しかないのでもう物件ない中最後にこれどうですかって言ってもあまり意味がないので、もう一件しかないので最初に出しました、これいけますと。でまあまあいいですねみたいな感じでまあまあなってたのでそのまま案内出ても絶対決まらないです。で僕はそこから1時間お客さんの目の前でその他一件もないですから一件も出さずにずっと無理であろう管理会社さんや家主さんにもう目の前でずっと頭下げながら申し訳なさそうななんとかお願いしますってもう分かりきってるんです、もう断られるのは。けどそんな分かってる断るのが分かってる時でも、もう関係ないです。もうずっと1時間なんとかお願いしますと、これものすごい言い方なんで今からの生活の門出をなんとか祝わせてくださいって言ってもうそこで目の前でずっとやるんですよね。でたまたま1時間で終わりましたけど、なぜこれ1時間で終わったかっていうと、もうお客さんがもういいですと、もうまずこの一件希望に沿った物件があるのでまずこの物件見に行きましょうっていうふうに言ってくれたんですよね。でこれは一発目にパンと出した時にお客さんがそう言ってくれるかっていうと絶対言ってくれないんです。でお客さんも他のお店で無理無理無理って言って来られてる過程がある中で、で僕が否定せずにまずこの物件ありますよって出した営業マンがいて、でそれでも足らないからずっと1時間電話してる中でいやまずこの物件見に行こう、もうこれしかないんかもしれへんしっていう気持ちになったんだと思います。それをさせたのはその1時間の目の前での電話になるので、でそれをすることによって案内行ってものすごいスムーズに決まりました。そういう手法というものを、まあ、ちょっとアナログかもしれないですけどそういう手法というものは必要かなと思います。だから皆さんもちょっと厳しいな
これは難しいだろうっていう時には使ってみてもいいのかなとは思います。まあ、さっき言ったようなその猫が4匹とか、例えばもう保証人様がいない90歳の方とか、こちらが交渉して物を作り出せるものであれば、こちらができることっていうのを全力でやればいいのかなとは思います。はい、ということで今回まあその例がそのたくさん出せるわけじゃなかったですけど、そういった形でまあ対応というか、お客さんのことを否定せずにこういう条件が難しいお客さんの対応してもらえると、決定率っていうものもかなり上がってくるのではないかなと思ってます。ということで今回条件激ムズの時っていう、まあちょっとかなり抽象的やのに絞られたところの話でしたけど、まあ一度皆さんも今お伝えしたようなことを使ってみてもらえたらなと思ってます。ということで今回もう終わりなので、次回また違う話をしたいと思います。どうも今回ありがとうございました。